こんなに普段はしっかりしているグランマリアたちがモードなのは意外だった。家事もまるで苦手で、ダガたちリザードマンに頼りっきりらしい。十分ありがたいのだが、うん、極楽極楽。この辺りから緊張感が漂い始める。確認した。まっすぐ寝室に向かっている。なぜだろう、部屋の中でも視線を感じる。あー、助けてくれー。警察がバレました。最高に楽しい毎日を送っている自分がいる。神様、第二の人生をくれて本当にありがとう。明日も頑張るぞ。